い、こんにちは、しりかおです。今回も、電波人間の RPG フリーやっていきたいと思います。今回はエクストラステージの新しいとこ、まあ、出てるとこね、行ってみたいと思いますけど、まずは装備はね、まあ、こういう感じ で電気耐性上げていこうと思って、こういう感じで、上げております。で、ね、この、後ろの方のね、クリスとね、チカゲ、みんなムキムキとみんな無敵ね、この二人がちょっと、まあ、見ての通りね、レベルが低いです。これで、雷太鼓もね、やっと活用できる時が来たかなと思ってね、6個あるんで着せております。こういう感じで。結構黄色い感じですね。はい、妖精の宝来ました。エクストラステージですね。まあ、推薦レベルが240ぐらいなんで、まあ、いけるんじゃないかなとは思うんですけどね。光る巨人たち。これ光属性かな。すげえな、すげえ食らうわ。うわ、やばい。やばい、もう一発来た。うわ、これやばいな。やばいな。あぶねえ。やっぱりね、死神の鎌とあの装備をしとかんとやばい。なんていうの、物理攻撃っていうか、あれが、威力が、この完全復活持ちには、背中、死神の鎌、反射。ミラースーツ。もうこれしとかんとやばい。今、危うく全滅しかけた。やばかった、今の。スタミナの元ゲット。はい、ボスらしきところにやってまいりました。これがボスかな？おそらくこれがボスじゃないか？ライデン。女王に命じられて妖精の宝をずっと守っている。誰も来ないので退屈していたところだ。退屈しのぎにちょうどいい。俺と勝負してお宝ゲットしてきなよな。あ、戦うならクリティカルには期待するなよな。幻能力持ちだからクリティカル攻撃は受けないぜ。はい。一応ね、土属性の武器を持たしております。で、今回はもう地底人連れてきてないんで、無敵でしのがないかんかなと。ちょっとね、実験的に連れてきてないんだよね。みんなムキムキと蓄える。よし、これでいってみます。うわ、動き止めてくるな。なぎ払い。よし、かばってくれた。攻撃は結構通るな。周りから電気をチャージしてる。ミラーシールドが破られたって。うわっ、バリア張りやがった。攻撃が通らん。全く通らんわ。どうすりゃいいんだ、これは。あ、普通の攻撃はもう、こっちも通らんわ。うん、投げ払いも痛くない。おお、なんとか耐えた。よし、シードは切れた。うわ、超電撃、かばってくれ、かばってくれ。ナイス。よし、電気使い果たした。
嘘。よし、電気使い出した。あ、そうか、まだシールド溶けてないんか。ナイス、ナイス、竹次郎。よし、倒した。オッケー。もう、ドラゴンバスター。強そうな武器もらえた。よし、クリアしました。今回も比較的楽でしたね。電波人間、ニュート出てるから、一回も行ったことないんかな。電波人間コロシアムっていうのが出てるんで、これ対戦なんかな。これをね、まぁ、ちょっと一回休憩入れて、まぁ、今日ですけどね。これを録画してる今ね。今日ですけど、行ってみようかなとか思ってますね。これで、多分ランクとかあるんだったら、そう先に進めなくてもね、まあ、初歩のとことか行けるんだったら行ってみようかなと思っております。これはまあ、また後日でもアップできたらなと思っています。では、いつも応援、アドバイスありがとうございます。これからも頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。